第3部を始めたいと思います。それでその冒頭にちょっとご紹介したい方がありますので、樺太歩み協会の田沢守さん、ご存知の方はご存知だと思いますけれども、一言ご挨拶をいただきたいと思います。皆さんこんにちは。樺太歩み協会、これは多少になると思うんで、円柱の田沢守と言います。先ほどから井上先生はじめ皆さんの円柱って言ってくれて、その自称自分たちが決める円柱、それを通していきたいと思っています。それと今日ピース期のことでずっと話されてまして、私と井上先生との間柄もピース期が縁で交流が続くようになって、今では本当に樺太歩み協会を支えてくれてる一人でもあります。それと木村さんとも出会わせてもらいまして、今日ピウスキーの過去を見てて、自分の過去を見てるような感じなんです。自分のルーツも日本人の血が入ってます。ロシア人の血も入ってます。その中で日本人の血の人は本妻の方に子供がいません。アイヌに助けられた、樺太円柱に助けられた家族の女性に子供ができて、私が今現在にいます。で、6代前にロシア人のじいさんっていうのが私のばあさんの教えだったみたいです。で、本当に歴史は同じようなことをずっと繰り返すんだなと思いながら現在見てみました。それとあんまり長く話せない時間もないんで端的に言いますと、5月に樺太歩み協会の総会を開いて遺族会を立ち上げました。でそこではまだ遺族会の会長代表とはまだ決まっていません。で9月に遺族会の全国っていうか全世界の樺太歩みの遺族会の総会を開きます。そこで代表を決めて、自分たちの手で自己決定、他に決められるんじゃなくて、樺太歩み自身が自分たちの北大に眠っている骨とか全国にある骨を自分たちの意思でどうするかを決めていきます。まずその前の第一段階として、今回、木村さんが北大から受け取る可能性のある骨は、私たちが責任を持って協力させていただきます。で、江別に真願寺ってお寺があるんですけども、樺太歩みの縁でできたお寺です。そこでずっと百数十年間供養をしてくれてます。北海道のアイヌが中心になって30数年遺族の慰霊祭をしています。でもう30年ぐらい前からはアイヌプリズムしてます。それをその縁のあるお寺が一時預かり、まだ遺族会が本格的に立ち上がりしてませんので、遺族会がどういう趣旨でどういう方向性に持っていくかによって、日本に埋葬するのかロシアに埋葬するのか、それも自分たちが決めます。他者が決めることじゃなくて自分たちが決めて、それを責任持ってやるのが国の責任だと思っています。そうですね、首藤さん。それを9月に正式にスタートしますので、ぜひ応援してください。それからピウスキの経緯も、それから他のより多くの樺太歩みの今までのこと、これからのこと、ぜひ応援してあげてください。よろしくお願いします。本当にありがとうございました。田沢様、本当にありがとうございました。それでは本当にここは1時に開場いたしまして、長い時間のお付き合いでございますが、最後に朗読の部第3部を始めたいと思います。実はですね、最初にご案内します長屋さんの「メシータ・チェフサンマンの日課」、これは昨年5月に私どもの北海道ポーランド文化協会の主催の「午後のポエジア」という詩の朗読会において発表されたものです。で、先ほど映画にも出演されておりました尾形さんいらっしゃいますか？尾形さんが樺太でお生まれになってお育ちになったということで、龍介を大変愛し研究をされておりました。そしてその尾形さんの5本で私どもがその午後のポエジアで詩の朗読会をさせていただいたんですけれども、その締めを長屋さんが自作の詩で発表された、それが今回の「メシータ・チェフサンマの日課」です。で、この度はまた書き下ろしをされまして、新たに生まれ変わったと思います。そしてですね、今年没後100年ですから、昨年は前夜祭という形で開かれましたが、本当に今年このような形で、開催されて本当に喜ばしい誇りを持ってお勧めできるということで、私ども本当に興奮しておりました。では、第1部は素晴らしい功績の中で、学術とその肩を並べまして、私どもの、会員の長屋さんをはじめ皆さん3名様の詩の朗読ですが、その文学の言葉、その小さな硬いつぼみですけれども、それが今日素敵な花を開かせるんではないかなというふうに思っております。それでは「イリカメノコ」、今日は大変身で長屋典子さんの詩の世界をどうぞご堪能いただきたいと思います。さんにお会いして、なんかね、チェフサンマの、私はだから木村さんのおばあさんになったつもりっていうか、なんかね、初めから本当に懐かしかったんです。飛びついていきたいくらい懐かしくて、拙い詩ですけれども、これを木村和康さんに捧げる人にしたいと思います。メシータ・チェフサンマの絶唱、チェフサンマのエレジー、そして愛歌、そして挽歌。私はカラフトアイヌの絵歌師バフン家の目、チェフサンマ、1918年5月雨の朝、パリ・ポンラザールからセーヌ川に身を投じて死んだ夫ブロニスワフ・ピオトル・ピオスキを肯定したって肯定忍んで歌う、私のひりつくような白鳥の歌。西パ、あなた聞こえますか？果てしない情動の歌。西パ、聞こえていますか？故国ポーランドの過酷な政治の歴史から押し出されて、あなたは流刑人としてこの地にやってきた。このサハリンに、私たちの島に、私たちの恩寵の長く先祖の守り続けた厳しい愛しいこの島に、あなたは絶望し荒廃した他の流刑人の誰とも違った。神から授かった生を生き切ろうという意志を凛然と額に結んで輝きを放ち続けていた。亡国の不安のその黒々とした暴力の記憶を背負いながら、西パ、あなたは違った。あなたは他の誰とも違った。崇高だった。世界の不条理、歴史の過酷さの中で、あなたの精神のバネは頑丈だった。あなたは西パ、そのためにこの島にやってきたのよかのように、私たち先住民族に臆せず親愛を込めて近づいた。あなたの心の底からこみ上げてくるような人懐っこい微笑を、私たち樺太アイヌの誰もが忘れない、決して忘れない。西パ、あなたは比類ない慈しみをたたえて、私たちの村にやってきた。あなたは熱い情熱と深い畏敬を込めて私たちの得たしに行った。私はあなたたちを深く知りたい、そして深く学びたいと。ロシア学士院の依頼で私たち民族のことを学級的に知りたい、調べたいのだと申し入れ、学級的なことは皆目、私たち愛には分からない、いらない。私たち愛には天の恵みを得て、ここを元凶と信じて、美しい原始の慣習をつつましく清楚にこの地で生き続けて、死んだ万象を神と崇めてここで生き続けてきた。神と共にある暮らし、レラ、風、安築、月と共にある暮らし、単純な楽器と精緻な旋律の信用のある暮らし、人間の営みへの深い肯定と悲哀とこの調和を豊かに生きて、私たちがどこから来たものであるか、そのルーツなど考えもしないことだ。私たちには不必要なカラフトこそが私たちの命、私たちの精神の美しい元凶。私にはただ日々絵歌詞の音に通い続けるあなたの不屈の遊具の精神がひたすらまぶしかった。今も私に真実大事なのは、あなたに初めて抱かれた日の白鳥湖のあの美しい瞬間の湖畔の風がピクピクと割れた2月の夕暮れのことだけだ。ひひと舞い続けた雪がひたりと予感のように止んだあの日のことだけが身をよじるほどに懐かしい。直角に真冬の夕日が落ちて、分厚い雲の切れ目が遠く薄赤く染まっていた。白鳥湖の水は半分凍りついてキシキシ鳴っている。対岸の岩山は雪に覆われて氷山のようだった。右側には45億年前地球が固まった通りそのままのように黒っぽい岩の断層面が荒々しくむき出して凍っていた。太古そのままに荒涼と張り詰める極寒の静寂の中に2人立ち尽くして、そして石破、あの日あなたは私を不意に抱き寄せた。あなたは激しく優しく私を抱いたあの暗く深い夕暮れ。あなたは湖の波だった。波のように私は抱かれた。私の魂の肌にまでしんしんと染み通ってくる不思議な波、それは霊気とさえ言っていいもの。この寒冷の地で死死永遠命をつなぎ紡ぎ続けた私たち先祖先住民族のへの畏敬を込めて、白鳥湖のほとりで2月の夕暮れ、私を聖なるものを抱くように、愛おしく苦しく、そして大事に、本当に大事に、西パン、あなたは私を抱いた。私の天に向かって放つ声を、世界一美しい音楽をたたえる声と、たたえ、愛しい愛しいと叫び続け、美しい神秘のアイヌとさえ、あなたはあの夕べ私にささやいた。あの日あなたがポーランド人の強い魂の力の比類ない証として私の体内に注いだ熱いものは、あれは一体何だったのでしょう。あの熱源は年老い召しいた今も私の体の奥でつんざく悲鳴のようにうずきます。あの夕暮れ、あなたも私も自分の魂の働きに本当に素直でした。あの湖のほとりのあなたのバルサムの匂いのする息が優しく吹きつけられた夕暮れを思うと、私の心は今日も生々しく垂直に立つのです。あの夕暮れは生命以前の原始地球の風景の中にもあったものいえ、宇宙全体で密かに波打ち続けていたものと今は思えます。静かな激しい宇宙の慈悲として私の魂に染み入り注がれたあなたの血はやがて1904年長男愛しい助蔵の誕生に結びました。助蔵は極めて鋭敏な西パあなたの感受性をそのまま引き継ぎました。賢い聡明な男の子でした。1905年まで続いた私たちの品質の営み、蜜月の日々、サハリン東海岸相浜の海で相川と呼ばれた小川のほとり、相浜、相川、そこはその地名さえ愛に縁取られた場所、神秘な紅葉の漂った場所、今も見えない目から涙がにじむほどに懐かしい感覚が身の内を走ります。西パが私に触れた場所のすべてが悲しく今も燃え立ちます。日露戦争の後、あなたが独立戦争の絶好の期という約祖国を奪い返すために鳥が立つようにポーランドに帰国して、私はその冬一人寂しくあなたの面影を深く映す娘キヨを産んだのでした。それからいくつもの春が巡ってコマドリは群れなしで私の頭上を飛び交さえずったけれど、あなた西パ、あなたは帰ってこなかった。祖国を奪い返してから、祖国の独立を果たしてから必ず迎えに来るという西パ、あなたのまごうことない真摯な言葉を信じて私は待った。あなたの残した敷地学校の教師を務めながら、私は働き詰め働いて待って待って待って待ち続けた。湖がさざ波立てるたび、小川がさらさら流れるたび、春の小鳥たちが鳴き交わすたび、私の心はむっくりの音のように、とんこりの音のようにさざめいた。1918年123年ぶりにポーランドが独立を果たしたと、サハリンの白樺林を吹き抜ける訓風が私に危機と伝えたけれど、それで私の血は激しく踊ったけれど、あなたは西パ帰ってこなかった。ああ、その年にあなたがパリでセーヌ川へ身を投じ、ミラボー橋のたもとで発見されたと知らされたのは1923年の凍った海を裂くように激しく太陽の昇った日のことです。呆然と海を見つめていた私に、あなたの弟ポーランド革命の指揮者ユゼフ元帥の死者から丁重に悲痛にそれはもたらされました。その朝の海のように私は真っ二つに切り裂かれました。その日、私と助蔵と清は永遠に夫を、父親を失ったのです。泣いて泣いて溺れ死にでもするように泣いて世界が崩れ落ちました。これまで屹立し続けた対岸の氷山が一瞬にして砕け落ちました。与謝野晶子の詩のように、旅順の城は滅ぶとも滅びずとても何事ぞ、女には革命はいらないのです、大義などいらないのです。あれから涙も乾く間なく、悲しみの月日が流れて、今日は1934年夕暮れの相浜の海には赤い波光がひらめいて、私の耳底でザザザザと鳴り出します。西パ、交わしたたくさんのむつごと、あなたの振動、私の振動がザザザザ、私の耳で鳴ります。私はあなたに焦がれて焦がれて泣き続けて、今はもうめしいとなりました。めしいた私には今、宇宙から来るこの世のものならぬ澄んだ音が本当に聞こえ続けるのです。果ての果てから遥かなるものの呼ぶ声が本当に聞こえるのです。私は今やっと気づくのです。16年前あなたがパリで不慮の死を遂げた日、私はおびただしい白鳥がまるで天地の運行のように悠久にひたすらに愛コタンの夜空を流れるのを見ています。一羽の大鳥の鋭く切なく親しく懐かしく鳴くのを聞いているのです。クオークオー。幻聴ではなく、あれはまさしく西パあなたでした。あなたの悲しい切り裂くペルタン家でした。命とした革命を終えてパリからあなたの魂はまっすぐに一目散に私とあなたの潔い血を継ぐあなたの子供たち、愛しい愛しいスケゾウと清の待つサハリンに帰ってきてくれたのです。有浜に有川西パあなた聞こえますか？あなた聞こえていますか？もうすぐチサンマは西パあなたのもとに赴きます。私もまた白い大鳥となって西パあなたの今過ごす場所を目指して飛び立ちます。西パあなたがめでてやまなかったアイヌの美しい旋律でとんこりのようにむっくりのように優美にクオークオーと鳴きながら空に舞います。天国払いその小鳥たちのさえずる岸辺でもう一度あなたに抱かれるために、もう一度あなたに神秘のアイヌと優しくささやいてもらうために。あなた聞こえますか？カラフトアイヌ13羽の声があなた聞こえていますか？あなた聞こえていますね。この悲痛な絶唱の翌年、1935年、チフ・サンマー・ホス、ポーランド革命の雄ブロニスワ・ピョートル・ピューツキにその清らかな一生全生涯を捧げて、チフ・サンマー・ユキ。ちなみにチフ・サンマのアイヌ語の意味は太陽から降りてきた女だそうです。そのことにも胸つかれます。ありがとうございました。もう一度私がもう本当に素敵でした。どうぞ皆さん拍手をお願いします。お願いいたします。ありがとうございました。今日のこのお衣装は長屋さん、どなたからの？土橋よしみさんが若い頃に自分で刺されたものなのね。そしてお召しになって舞台にも立たれたことがあるお衣装をね、着てくださるっていう言い方で言ってくださって、私は本当はね、こういう伝統衣装をお借りするなんていうのはとてもあれだったんですけれど、でも思い切ってやっぱりこれを着ることで中三馬が本当にやってきました。よしみさん、ありがとう。本当にお似合いですし、会場の皆様、本当に100年前の相川に皆さん心を飛ばしたんではないかなという本当に思います。ありがとうございました。では次はですね、お時間本当にたっぷりないのが残念ですが、花咲耕平さんの作品をご紹介いたします。哲学者、そして詩人、花咲耕平さん、もう一言で、ご紹介するのは本当にできないんですが、もう桁外れの功績と活動のお方です。花咲さんにちょっとご挨拶をしていただきたいと思います。皆さん拍手でどうぞお願いいたします。6月にはですね、この5本「チュサンマとピウスキと富の物語」ということで、この出版とですね、それからなんと皆様、米寿です。米寿のお祝いの会を盛大に開きました。花さん、どうぞご挨拶お願いいたします。一言だけご挨拶させていただきます。私がピルツスキーと出会ったのは古いんです。40年ぐらい前です。今アイヌ協会と言いますが、昔歌い協会といった協会の札幌支部でアイヌ語の勉強会がありました。そのテキストがピルツスキーのものだったんですね。その時一緒にアイヌ語を学んだ方とまた出会うことになっています。土橋芳美さんが一緒にその時の勉強会にいらした方なんですね。でそれ以来ノートはずっと保存していたんです。時々は見たんですけれども、なかなかまた勉強する機会がなくて、それが昨年も何人かの方が言われましたけれども、ピルツスキーのした仕事を称えるという機会が長屋さんとかの今の詩もその時に読まれたんですけれども、それを機会にもともと私はずっとそのアイヌ文化が非常に好きでっていいますか、それに惹かれていて、この40年間それが途絶えたことはなかったんですが、改めてピルツスキーの本を特大から借り出して全部コピーして、そして昔よりは少しアイヌ語も読めるようになったものですから、それを読んで、でこれをその物語詩にしたいという考えを持って、この昨年から仕事をして、今年の5月に本にすることができました。今白井さんがその一部を朗読してくださるので、どうぞお聞きください。花さん、ありがとうございました。それではですね、このもう出版ほやほやのご本ですが、チュサンマとピューツキと富の物語、富とは一体どなたなんでしょうか。さあ、それではですね、白井さんは、なんと邦楽の世界にお仕事をされてますので、もう独特の素晴らしい世界観で、素敵な言葉を投げかけてくれるのではないかと思います。花咲耕平著、チュサンマとピルツスキと富の物語、序章ウロニスワフピルツスキ。サハリン島、ユーラシア大陸に沿って北から南へ細長く横たわる島、北極へ向かって頭を向けたカラフトマシのような姿。春秋には大群の白鳥や雁が北へ南へ、江戸松やトドマツの森、種々柳の平原、森には狐や天や熊。冬海が凍るとトドのうなり声、アザラシが花の先を覗かせ、鉛色の黒雲が疾風に乗って飛び、雪が走り海面を波立たせ、クジラの夫婦が並んで泳ぎ、潮を高く吹き上げる。ここはロシアツァーリ帝国の流刑地だった。北部西海岸のアレクサンドロフスクに2000人近くを収容できる流刑懲役刑務所があり、木造バラック、雑居房、板の寝床、寝具なし。労役に従事したが、政治犯は休みの時には一人で町へ出かけてもよかったとチエホフは書いている。ここに送られてきたピウスツキさんの話を聞こう。私は1866年、日本の暦で慶応2年に当時ロシア帝国に併合されていたリトアニアで生まれました。明治維新の2年前です。サンクトペテルブルクの大学に留学して法律を学び始めましたが、1887年19歳の時、圧政を敷いていたロシア皇帝アレクサンデロ3世の暗殺未遂事件の一味として逮捕されました。正義と自由を求める若者でした。軽率さ、愚かさ、気の弱さから企てに連座したと父への手紙に書いています。国事犯として懲役15年の判決を受け、サハリン島に流刑されました。レーニンの兄アレクサンドル・ウリヤノフはこの事件の首謀者として処刑され、亡くなっています。私は1887年6月、オデッサから輸送船で長い旅をし、日本海を経て8月にサハリン島に着きました。労役に従事しながらも、原住民ニブフ、ギリアーク、ニブフ民族のニブフ語とニブフ文化に興味を持ち、ニブフの少年インディンにロシア語を教え、識字学校の教師に育てました。しかし残念ながら彼は肺結核に罹患し、1903年に亡くなってしまいました。1896年、南サハリンのコルサコフ大泊に測候所設立のため派遣され、そこでアイヌ民族に出会い、アイヌ語を学び、アイヌ民族の民話や民謡を採集し始めました。1902年、東海岸のアイヌ人集落アイコタン、境浜村相原のコタンコロミシパ、村長、和風景を知り、言語、文化、民族の調査をはじめ、翌年、和風家の姪、中山間と相愛の関係に入りました。私は37歳、中山間は25歳。浜に流れいる川のほとりで一緒に暮らすようになり、9月に、アイヌの伝統にのっとって婚礼の式を挙げました。この年の冬、東海岸の2か所でアイヌにロシア語と算術、そろばんを教える識字学校を開設します。1903年にはチュサンマと私の間に男の子スケゾウが生まれます。1904年2月、日露戦争が勃発し、1905年になると戦争でのロシアの敗北が必至になり、サハリンへも日本軍がやってくる情勢で、ロシア語での識字教育はできなくなりました。6月に私は戦争の難を避けるために一旦サハリンを離れ、ウラジオストークに移っていました。そして9月に妻子を連れにサハリンに戻ってきます。しかしバフン家はチュサンマと息子を異国に伴うことを許してくれませんでした。この年の12月には娘キヨが生まれるのですが、第1章、チュサンマの物語。私はサハリン東海岸の村アイコタン、相浜で生まれ育ちました。アイコタンは鮭、マス、ニシンを取りに外海へ出る船の港。明治の中頃までカラフトアイヌは夏の家と冬の家と2つの家を作って暮らしていました。冬の家はトイチセ、土の家。4尺、約120センチくらい地面を掘り下げ、ゴザや毛皮を敷き、入り口に階段をつけて出入りし、夏の家は浜に近いところに作り、屋根をエゾマツの皮で拭いた木造。主食はマスやサケなど魚、他に穀類、キトビロなど野草、フレ、ノイチゴ、ヤマブドウ、シコロ、キハダやオンコなど10種類以上の木の実も食べていました。私たちの言語の昔話の結びの言葉にあるように、何が欲しいとも何が食べたいとも思わずにゆったりと過ごす暮らしでした。でもロシア人や日本人には貧しくて惨めな暮らしと映ったようでした。叔父のバフン家はそこ相浜の小旦ころにした村長をしていました。私はバフン家の兄シレクアの娘。1904年明治37年日露が交戦した際、日本の軍艦2隻が相浜を砲撃しました。幸い人には被害が出ませんでしたが、私ジュサンマは今少し遅く家を出ていたら砲弾の破片に当たって死ぬところでした。アイヌは月の満ち欠け、雪のあるなし、虫の声、鳥のさえずり、花の咲く時期、動物の出没などで季節を知り、鳥の鳴き方で風の向きを察知し、太陽が昇る時の色合いで天候を予知します。夕方、浜に座った白いひげの変気翁がとんこりを引く。昔地理を調べにやってきた日本人の旅人松村武四郎が宗谷の浜辺でとんこりを奏でている牢屋に「何を弾いているのですか?」と問うと「近くの葉上、鳥の声、鳥の声と語り合っている」と答えています。やがて日が沈み、けた星が瞬き出す。イラクサで織った真っ白い葦を着た変気がつぶやく。マハネウクラン、女の空。満天の星は金や銀の砂を巻き広げたかのよう。見目麗しい女性の姿。雲がたなびけば豊かなひげを持つピーネウクラン、男の空。浜に佇み空を眺め、魚や動物の動きに耳を澄ます。私たちにとっては風は生き物。夜の間叫び声を上げ走り回っていた風の子に朝になって母が尋ねる。どこで何をしていたの？追いかけていたんだ。レトンカムイ、サチウ。からかっていたんだ。スナ、キツネを。針のような松の葉の間をくぐってくぐって遊んでいたんだ。さあ、ご飯食べて一休みしなさい。お日様が歌い出しているよ。夕なにはレラ・オマン・リベ。風が夕食を取りに帰っている。激しく吹く風は風が起こって森を襲い、木々を打ち砕いている。木々が悲鳴を上げて泣き叫び、その折檻に耐えかねる弱い者は、風が襲いかかるたびに大地にガバと身を伏せてそれをやり過ごし、風が行き過ぎるとまた立ち上がる。座っている草へ風が襲いかかり、あぐらをかいている草の足首を掴んだまま真っ黒な雲になって大空へ昇ってゆく。私はそういう話を彼に聞かせ、アイヌ語の字引を作ることを助ける。ねんねのしんた、ゆりかもが、ほうちぷ、ほうちぷ。降りてきた、降りてきた。おうちぶ、おうちぶ。それこめ、やれこめ。と、子守歌を教えたりしながら、誰もいない砂浜に座り、肩を抱き合い、愛の語らいを交わしたのです。第2章、富の物語。私は1940年、国後島ルヤベツ村の浜辺で生まれ、5歳まで島で暮らし、その後対岸の根室市別の浜で育ちます。この両岸は1768年にアイヌたちが搾取と抑圧を欲しいままにしていたシャモン和人と戦った国後女無しの戦いの現地。首謀者とみなされた37人は根室半島ノッカマップの浜で惨殺された。激しい風に吹きたわめられ、腰が曲がっている柏の木と灰色の荒波に叩かれている岩場は押し殺した声で厳しい弾圧の記憶を伝えています。この地の闇は深いのです。以後メラシンク東の人はひっそりと目立たぬように暮らしてきました。とっちゃは腕のいいアイヌの漁師、私は7人兄弟の末っ子。日がな一日浜で遊んでいました。磯ではヒラメ、カニ、ホッキ貝、ホタテ貝、いろいろ取れました。活火山茶々岳の裾野では熊が歩いていました。5歳の時、日本が負け、ロシア軍がやってきて、住民は集められ、サハリンへ連行され、収容所に入れられました。やがて日本へ送還され、父のふるさとの根室標津に住み着き、高校を終え漁業組合に勤め、経理事務を身につけ、しばらくして姉を頼って札幌に出て働き始めました。チュサンマさんと私は似ていると言われます。2017年春、北海道ポーランド協会の主催のピウス月を想起し忍ぶ思いがエベスの民衆劇場ドームで開かれ、小樽の詩人長屋典子さんが自作の詩「めしりた新緊張」チュサンマの別称「めしりた新緊張の悲歌」を朗唱しました。素晴らしい朗唱でした。長屋さんがポーランドに残っていたチュサンマさんの一枚の写真、帽子を深くかぶり、黒いショールでめしりた目を隠し、顔の下半分だけが見えている悲しみに満ちただが凛とした姿を見て、富さんにそっくりと「シヌエ、入れ墨の海に違いはあるが似ている。頬の線、顎の形、唇や美容、アイヌモシンの北辺の浜辺で育った村山富に渡されたのか。チュサンマから何かが」。内に思いを秘めた強い眼差しを持ち、私は一羽で空を舞う足。チュサンマさんは原野に咲く一本の静かな黒百合。長じてポーランド人と暮らす。私は日本人の男に恋されて一緒に。私はチュサンマさんとの出会いを夢に見ます。チュサンマさんも私も生きとし生けるものに隔てなく心を通わせ、命を感じ取り、自分をそこに流し込んで幼い時を過ごしました。1964年、私は札幌で働き始めていましたが、2月にアメリカの北ベトナム爆撃が始まり、世界各地で抗議運動が起こり、アイヌであることに目覚めつつあった私は、アジアの小さい国ベトナムが世界の超大国アメリカを相手に一歩も引かずに戦い、独立を得ようとしている姿に感動し、ベトナム人民の苦難に心を痛め、1966年11月に北海道でも旗揚げされたベトナムに平和を札幌市民連合に加わりました。毎月の定例デモのいつしか先頭に立って笛を吹き、旗を振り、警察に目をつけられ、狙い撃ちで逮捕、3泊4日の留置を経験しました。でも私はめげませんでした。子供の頃は滅びゆくべき運命と決めつける人々の眼差しを浴びて、アイヌであることに引け目を感じていましたが、一度目覚めたからには後には引けません。ベトナムの人々に出会い、励まされ、自分の心の闇に光を当て、自分が育ったアイヌモシン、北海道の地に根ざすアイヌとしての生き方を切り開こうと心に決めました。ちょうどその頃、ベヘーレン運動の中で彼と出会ったのです。ベヘーレンのデモで同じ時に逮捕されたのが彼は北大の教員だったのですが、当時の全共闘運動の学生たちに心を寄せ、大学に導入された機動隊に抵抗して捕まった学生の裁判の特別弁護人をしていました。彼には家族があったのでしたが、私に恋し、一緒に暮らそうと強く求めました。アイヌの友達が増え、アイヌ文化を学び、毛深いヘアリアイヌを見に来いと勧誘する観光会社の差別広告を糾弾する活動に加わり、糾弾の記録を本にする仕事を担いました。でも一方ではいつも怯えていました。自分に自信がない、逃げようとする、うちにこもって沈黙してしまう、自分の立てる声の響きを聞き取れない、神経が病んでいるかのよう、これも差別を受けてきた傷のせいなのかと。しかしアイヌとしての自分を肯定できるようになるにつれ、もともとの自分の意思を主張する気質が前面に出るようになっていきました。仕事を辞めてしばらく根室の病院に母を介護しに行っていた時、彼に出した手紙の中でこう書いています。私は今こうしている時間を私にとって無駄な時間だとは思えないのです。そういうふうに無駄な時間にしないで過ごせる過ごし方を私は知っています。意志と運命の中で、私は自分に与えられた、自分が選んだ時間を自分なりに自分のものとして生きる生き方を身につけているような気がします。自分の意志としてよりも、自分をそっち側に、対象としての側に置いてみて、その自分がどうであるかというように見るというか、そうするのが一番真実であり、実際であるように思うからです。彼女はこうした自前の思想を編み出し、自分の中に進む方向を指さす羅針盤を据えて、一人で歩むことを恐れない。野の花をめで、ボーヴォワールや田中光雄を読み、思う通りに人生を歩む。その生き方が共に暮らした彼には、アイヌらしいアイヌ、アイヌネのアイヌだと映ったようです。第三章、チュサンマとピウス月。シリ・マシコさんは樺太の白間を訪ねた時、その地で有名な話、チュサンマとピウス月の話を聞きました。チュサンマは美人の多い樺太アイヌの中でもその美貌を歌われており、一方若きピウス月はホタンの人々から尊敬されており、チュサンマのピウス月に対する敬愛は愛情となり、胸まで長いひげを垂らした立派な人だったピウス月と、村一番の美しいメロコボ娘だったチュサンマの恋は寂しいホタンの話題だったと、チリさんは樺太アイヌの生活の中で書いています。ピウス月との暮らしはアイヌ川のほとりにささやかな小屋を建ててのものでした。父と母に反対されましたが、思いを貫きました。ピウス月は心の優しい人で、アイヌやリブクの人から深く信頼されました。ピウス月を知る相浜の人たちは幾度に彼の人柄を褒めています。旅行作家ヤンタ・ポチンスキは樺太のポーランド人たち、1936年で書いています。アイヌ人の言葉と慣習の謎を完璧に理解していた数少ない白人の一人、ポーランド独立の英雄ユゼフ・ピウスツキ元帥の兄ブロニスラフ・ピウスツキ。彼はこの善良で穏やかな人々と心で結ばれ、彼らのために働いた。彼は今でもアイヌ人の記憶の中で愛情に包まれて生きている。白川弥太郎、わしらにとっては良き友人であり、善良で気高い人でした。わしとわしの親戚に教育を施してくれました。可能な限り全ての人を助けていました。木村愛介、母親が彼に送ってきたものをピウス月は全てわしらと分け合った。自分のことは一番後だった。いつも他の人のことを考えていた。わしらには兄弟のようにいい人でした。彼の研究、アイヌの言語と民族説話の研究資料とカメラによる映像、老眼蓄音機での肉声の記録はとても貴重です。もう一つ付け加えたい大事なことがあります。彼が先住民族の自助自立自治を重視する樺太アイヌ統治規定草案を起草し、知事に提出していることです。それは自治の単位として日本の村にあたる某モロス地を設定し、その範囲内においてアイヌなど先住民が自立して制御活動を行い、伝統文化を維持できる方策を立てるという提言をしています。しかし、この先住民族の権利と生活を保障する法案も、ロシアが日本に負け、サハリンロシア軍が日本軍に降伏したため、実現する機会は失われました。19世紀末のポーランドは、ロシア、プロイセン、オーストリアの3国に分割支配されておりました。1905年、日露戦争でロシアが負けたため、分割支配は揺らぎ始め、独立を目指す革命運動が繰り返し企てられていて、ピューススキの弟ユゼフはその先頭に立っていました。独立運動の発展を知り、1905年6月、ピューススキはサハリンを去り、祖国に向かいます。帰国に際して、私と息子を連れて行く許しをバフン系絵菓子に願い出ましたが許されず、一人犬ぞりでアイコタンを立ち、北へ向かいました。北サハリンの農村に2ヶ月滞在した後、1905年6月、アムール川河口のニコライエフスクに到着します。同年初秋、日本占領下のサハリンを再び訪れ、私チュサンマと息子のスケゾウに再会し、二人を祖国ポーランドへ連れて行きたいと再度バフン家に申し入れますが、強く拒否されて断念します。そして私に「きっと迎えに来るから」と約束し、別れていきました。彼が1903年から1905年までサハリンで行った調査の報告書「ピュースツキのサハリン機構」荻原慎吾役には次のような記述があります。ロシアの博物館のために生活用具や文化を示す作品を収集するよう依頼されていましたが、私はアイヌから受け始めた親切や信頼を大事にしたので、私に対する彼らの信頼を台無しにするようなことはしなかった。それに誠の同情を感じているあの人々を悲しませるようなことは私にはつらかった。で、墓標や頭骨を集めることをしなかった。ゴウチンスキの「樺太のポーランド人たち」という本の中に、ピウスツキはこの善良で穏やかな人々と心で結ばれ、彼らのために働いた。彼は今でもアイヌ人の記憶の中で愛情に包まれて生きていると書かれています。シャモの研究者ともよ、あなた方はアイヌの人たちが悲しむからと墓を掘り返すのをやめたことがあったか。今も研究のためと称して盗んだ遺骨を返すまいとさえしているではないか。ピュースツキのようにアイヌと真に友達になった研究者がどこにいる。荻原慎吾は解説で、ピュースツキが民族学・言学的研究の独りゆがりの卑猥な世界に閉じこもらず、政治的・社会的な弱者の状況改善のために学校を建て、教師の育成を試み、また行政的な改革の立案など原住民社会の存続に腐心したことは、まさしく革命家としての本領であり、ここにこそピュースツキの傑出した特質があるように思うと述べています。彼は革命家としての生き方を貫いたとも言えますが、普通の人々と同じ心、同じ感じ方を持ちつつ、その人々のために働く心優しいヒューマニストだったのではないでしょうか。研究者、思想家、詩人たるもの、ヒューマニストであり、革命家でありたいものです。1905年の秋に別れてから私、ジュサンマは彼とはついに会いませんでした。きっと迎えに来るからという彼の言葉を信じていました。彼は私を現実魔として捨てて帰ったのではありません。そんな人ではなかったと信じています。私は恋しさを胸に秘め、会える日を待ち焦がれ、涙が目を焼き、見る力を奪いました。遠い遠いポーランド、樺太との間には海があり、広大なシベリアの大河、モミやカラマスの大森林があり、その間をアンガラ川やエニセイ川が流れ、西へ進むとやがてロシア人の心のふるさと、母なる川と言われるドン川。ポーランドはウラル山脈を越え、さらに西へ歩かなければたどり着けない遥かなところ。残された私は追っては行けず、ただ待つだけ。こんなにも近く感じるのに、海と大地が私とあなたの間に横たわる。私は親たちの心配、反対を押し切って、遠い異国から罪人として送られてきた彼を愛してしまいました。なぜかはわかりません。ただ、心が命じたのです。以上でございます。ありがとうございました。ありがとうございました。もう白井さんの語りは本当に言葉が降り積もるというか、心身心身とこう心にもう染み渡るお言葉でした。もう本当に感激いたしました。さあ、それでは最後になりますが、土橋よしみさんの作品でございます。昨年、このチラシの裏にも書いてございますが、北海道新聞文学賞詩部門の佳作受賞いたしました「囚われのアイヌ人骨」「痛みのペンリューク」、そして、今回はですね、この回に、書き下ろしをいたしました「ペンリュークバフン家26時のペンタンク」という作品を朗読いたします。朗読されるのは坂谷さんでございます。先ほどからの映画でもですね、本当にピウスツキが本当にハンサム、とっても素敵なんです。それからバフン家もなかなかこういう風貌のお方はいらっしゃらないな、もう美しいなと思っておりましたら、いらっしゃいました。本当に坂谷さんを、今で、私お武家様と思っておりますが、坂谷さんよろしくお願いいたします。この度マイクなしで朗唱をいたします。はい、お願いいたします。痛みのペンリューク、土橋よしみ。なぜ泣く我が子孫のよしみよ、お前が来てくれてわしはどれほど嬉しかったか。この北海道大学の構内にあるアイヌ納骨堂、いや正確には北海道大学医学部標本保存庫。1984年昭和59年に建てられた。工事の時はそう書かれてあった。アイヌ人骨はどうやら北海道大学にとっては標本資料扱いのようじゃな。それも1000体以上もある。わしが生まれたのは1832年天保4年の1月じゃったと聞いておる。雪の降る寒い日だったと羽母が言っていた。懐かしいのう。日高の国ティラコリ、シシリム科の水の音、そのほとりでわしらは幸せに暮らしておった。わしらは祈りの民だ。朝に夕に神に祈って暮らしてきた。山に川に名を付け、祈りによって許されただけの食べ物を自然からいただいてきた。家族があり、そのものらと食べること、住まうことに窮しなければ、人はまずまずの幸せと言ってよい。多くを望まずカムイから借りているこの大地をできるだけ汚さず次の世代に渡していく。それでいいとわしらは思っておった。不思議なことにピラトリにはシャモばかりでなく、他の地域からやってくる2人も増えだしたのだ。1883年明治16年、この頃のアイヌモシリの人口は25万人ほど。そのうちアイヌが1万7004人。だがな、ピラトリを含む日高地方だけはまだアイヌの人口の方が多いくらいでの。他の地方のアイヌの惨状を聞いておっての、いずれこのピラトリも似たような道をたどるのではと。後に生きる二人のことを案じつつ、わしは地上での70年の生涯を閉じねばならぬ日が来た。1903年明治36年11月28日。墓はできるだけ深く掘るよう言い残しておいた。悪い噂を聞いておったからの。それから30年が経った秋のことだった。1933年昭和8年10月20日のことじゃ。奇妙な音がして、わしは30年の長い眠りを覚まされた。さわさわという風の音とも違う。ピュルピュルという小鳥の声や小枝のこすれる音とも違う。ジャリジャリとザックザックとわしに向かって大きな金属音の振動が大地を揺らすのじゃ。北海道大学解剖学教室においては、その創設当時1922年から山崎春夫教授、岡田正夫助教授らによってアイヌの骨格が収集されつつあった。主に平取村を中心として日高地方において身元の明らかな遺骨の発掘が遺族の承諾のもとに行われた。したがって性、年齢、氏名の明らかな骨格が昭和の初め頃までに20体余り集められた。平取村の大酋長ペンギュークの遺骨も提供されたことはありがたいことであった。北海道大学医学部アイヌ人骨収蔵経緯に関する調査報告書、国立大学法人北海道大学2013年。北大が出した2013年の報告書だと、わしが死んで80年以上も経っているではないか。よくも平然と放置して隠しおけたものじゃな。提供されたとは驚きだ。誰が人骨を提供し、それをありがたいと受け入れるのか。どちらも狂気の沙汰じゃ。わしは生きている間、古丹のうたりが人間として恥ずべき行いをしないようにと祈ってきた。人に知れずとてカムイが見ているからの。墓を取り返し人骨を受け渡しするなど大罪であろうに。思い出すさまざまなことを生きておった時のことじゃ。いろいろな人間が訪ねてきた。1903年明治36年まで地上にあってわしが見てきたことは見るに堪えないことが多かった。当時アイヌも尻に入ってきた社務たちはどこか裏ぶれていた。わしらはその者らを古丹の仲間として受け入れてきた。このアイヌの尻が北海道と呼ばれるようになったのは1869年明治2年だそうだな。そのうち戸籍法とやらができたとかでわしらアイヌを旧土人として日本国民に編入したというのじゃな。そうしてわしらの生活権を奪うことをやりだした。狩りをするな、川で魚を取るな、山に勝手に入るなと彼らの掟を敷いてきた。シャモたちには好きなだけ土地を取れと言い何十万坪と払い下げをしわしらの生活権を奪っておいての。その後に旧土人保護法とやらができたという。明治31年の北海道の全人口は85万を超えている。それらの者に土地を与えた後で明治32年わしらアイヌに農業に従事せんと欲する者には1万5,000坪の土地を無償下付するとの法律らしいのを。よしみよ、お前も知っておろう。与えられた土地は地味の悪いところが多く、農業に適さぬところが多かったことを言っておくがの、わしらは保護などされなくても豊かに暮らしておったのじゃ。多数派となったシャムたちの残虐はひどいものであった。男は強制労働に駆り出され、女たちへの被害は言うに及ばずだ。わしは祈った。朝に夕に、カムイよ、アイヌゴシリのこの危機を救いたまえと。そんな時じゃった。あの男がわしの前に現れたのは、イギリス人のジョン・バチラーというまだ若いキリスト教の宣教師だと言った。1879年明治12年のこと。わしは40代で、彼はまだ20代の青年だった。バチェラーはアイヌが困っていればどんな相談にも乗ってくれ、救いの手を差し伸べてくれた。各地に学校を作り、志ある青年に高等教育を受けさせ、技術者として養成し、日本の社会にも対応できるようにと導かれた者は一人や二人ではない。滅びの民よと声高に言われ続け、今のうちに研究しなければアイヌは死滅してしまうと手柄を立てたい学者たちが古典をのし歩き回った。一人バチラーだけがわしらを人間とみなし、対等な友として対応してくれた。天から使わされたアイヌゴシリへの神の使い、それがジョン・バチェラーであった。2016年7月11日、お前がわしの遺骨と対面する日じゃったな。3月に北大に出向いた時、5月頃に連絡しますと言っていたのに、なかなか連絡が来ず、お前の方から言って決まった日だったな。新緑の美しい、よく晴れた日であったの。お前は娘といとこと、その娘と4人でやってきたな。北大の職員が3人。うやうやしく白手袋などしてわしの骨箱を出しておったの。北海道大学側の整理番号690番ピラトリ1号、男平村ペンリューク。わしの骨じゃ。死して113年、墓を掘り返されて83年が経っておる。これまでに1980年代に一人のアイヌの男が北大のアイヌ人骨を返還せよと抗議したことで、この美術、つまりわしらの1400体ものアイヌ人骨が北海道大学医学部の標本庫に置かれているということが、やっと世間に漏れ出したのじゃ。アイヌの組織で比較的大きいとされる歌利協会も関わってきて、これはひどいと。研究室のあちこちに無造作に置かれていたからのう。そしてできたのが大本庫。看板だけアイヌ納骨堂となっておる。どんな建物に移されようとそれが多少立派に見えようが、わしらはそんなことを望んではおらぬ。よしみよ、わかるであろう。わしらは死者の国にいるべきものなのに、墓を掘られ永遠の眠りを覚まされさまよっている。生きている人間に人権とやらがあるのなら、わしら遺骨とてあえて言葉にするなら、遺骨権というものが認められてもいいのではないか。わしで言えば、ただピラトリの土に戻してほしいという権利だ。たかだか1万だ2万だという少数民族の我々アイヌの骨をよくも集めたものじゃ。1000余体以上もな。これでは2人の墓はどこも空っぽになるであろうよ。人体骨は学術研究用として貴重なものであり、ぜひとも在宅で保管させてほしいことを懇請する。これが難しいとなれば、資料館のようなものを建て、アイヌ民族の方々は供養ができ、大学側は学術研究ができ、双方の希望に沿うようにする方法、また遺族が明らかとなった場合とか、地域が明確になり、歌利協会が責任を持っての返還要求があれば返還せざるを得ない。北海道大学医学部アイヌ人骨収蔵経緯に関する調査報告書、国立大学法人北海道大学2013年。その妥協案の結果がアイヌ納骨堂という看板のある保存庫だったのだ。こちらがペンリュークさんのご遺骨に間違いございません。ペンリュークさんは生前いろいろな方に計測されていましたので、それらと照合して間違いございません。北大の職員はそう言って、わしの骨をうやうやしくお前の前に差し出したな。赤茶けた頭蓋骨の左側に平村ペンリュークとマジックのようなもので書かれていたな。2016年7月15日、記念すべき日であったな。この北大医学部標本庫から12体の遺骨が2人の手に渡され、浦河の記念す古誕に帰っていった。85年ぶりの帰郷とな。裁判にまで訴えて先祖の遺骨を取り戻そうとする子孫の熱い思いにカムイが味方したのであろうよ。お前は12体の遺骨の再埋葬に立ち会うために浦河に行ったの。キネウスコタンでのイチャルパ、驚いたな。アイヌ語が響いておった。その昔アイヌ語ではなく日本語を覚えよと役人たちが言ってきた時、イギリス人のバチェラーが「言葉を失ってはなりません」と熱く語ってくれたことを思い出す。もう語るものもなくなっているかと思っておったぞ。それが高らかにいい声の響きだ。帰ってきた霊に対して今までさぞつらかったろうと慰めいたわり、今度こそふるさとの大地に静かに眠ってほしいと語りかける。よくぞ昔のイチャルパをしてくれた。わしが死んで113年が経つ。墓を掘り返され、骨がこの場に置かれて83年だ。最初は何が起きたのかわからなかった。周りを見ると2人の骨がそこかしこにあったのじゃ。無造作に放り出されての戦よ対応だ。アイヌは割と小さな集落で暮らすからの1000人といえばピラトリにも勝る大集落と言ってよい。一体誰が何の目的でこのようなことをしたのか。世界の人種の中で学者の注意を最も引きつけておるものの一つは確かにアイヌ人である。そのアイヌ人の本場である北海道に新設せられた医学部でアイヌ人死体を解剖してみたいという念慮が自然と湧いてきた。詳細に解剖して先人未到のアイヌ人体質を研究せんと志した。これアイヌの死体は実に日本の国宝ですよ。北大のほかに世界のどこにもないのですからね。北海道へ来た世界の医学者は皆見てゆきます。平光五一教授が北海道大学医学部アイヌ人骨収蔵系に関する調査報告書、国立大学法人北海道大学2013年。なるほどな。北海道大学が裁判に訴えられてもなお返さないと言い張るのはこんな理由もあるのか。浅ましいことじゃ。アイヌを人間と見ていない何よりの証拠ではないか。生きている時はわしらの生存権をじりじりと奪い、貧窮に陥るのを待って多くの者を強制労働に連行し、死してなおわしらの骨をもてあそぶ。よしみよ、泣くな。わしは遠の昔に涙は尽きておる。肉体を失っても人には霊魂がある。北海道大学にある1000余体以上もの人骨も自分の骨の行方を案じてあの世にも行けず宙に浮いておる。この北海道大学の周辺をさまよっっているこの日本という国は人権よりも学問が優先されるのか、わしは不思議でならぬ。宗教法人でもない大学構内になぜ納骨堂があるのか。遺族が自由に出入りできない納骨堂など聞いたこともないわ。これが建てられた時の法事名は北海道大学医学部標本保存庫。そうなのだ。慰霊せよとのアイヌの抗議に対してやむなく建てた標本保存庫なのだ。まさかそうも看板をかけられないからアイヌ納骨堂と小さく書いた2枚看板、今までプラスチックの箱に投げ入れてあったのをうやうやしく白木の箱に収めたので一見納骨堂かと錯覚するが、何の北海道大学の意識は何も変わるものか。わしらアイヌの人骨は二度と手に入らない貴重な標本骨なのだ。わしが死んで113年、ここにお前が来てくれた。アイヌは滅びず生きてあるとな。よしみよ、悲しむことはない。人間として恥じらねばならぬのはわしらアイヌではない。だから涙を拭いて立ち上がり、変流区の痛みを語り続けよ。変流区和風家26時のペウタン家。なぜだ、なぜそなたがここにおる。樺太アイヌで知らぬもののないと言われた和風家よ。おお聞くまでもないことよ。ここがアイヌ納骨堂などとまやかしの看板のある北海道大学医学部の標本保存庫だとすれば、このわしが死後30年後に墓を掘り返され、学者どもによって無残に運ばれたように、そなたも同じ目にあったと。あの樺太の地からどうやって運んだのか、想像するに胸が痛む。キリキリとキリキリと、ああこれが人間のなせる技なのか。わしを知っておるか。日高の国ピラトリのペンギンだ。わしがまだ若かった頃、樺太に行き、そなたの父ハセラン家と会ったことがある。そなたは凛々しい若者でハセラン家の自慢の種だった。見よ、わしの息子バフン家も彼は豪気で俊敏だ。時代がどれほど変わろうが、こやつが我が民族を守るだろう。そう言って目を細め、白いひげをゆすって笑っておった。アイヌの男への最高の褒め言葉にこんなのがある。知れと器量がいい。なめと度胸がある。羽織った雄弁である。この3つを兼ね備えたものが古丹の長となると決まっておった。そなたはこの3つのすべてで抜きん出ておった。アイヌは小柄なものが多い中で、そなたは今で言うなら2メートルに近い大男であった。そして容貌が端正でのしっかりとした太い眉と深い知恵を持つ者の静かな眼差し。筋の通った高い鼻。女にも男にもこれほどの美貌はないであろうと。まさに知れと。そして狩りにも優れ、おかけ船で海を我が庭のようにかける。まさになめと。樺太でも一二を争う雄弁か、長谷蘭家の血を引くだけあって、その声の高さ太さが際立っておる。理路整然たる伝説は他を圧倒する。まさにパゲト。そなたの父長谷蘭家はまるで神からの預かり物でもあるかのように、いよわしの息子の立派さをと来る者に誇らかに語っていた。天竜区よ、私の若い日のことを覚えていてくれてありがたい。なぜだとそなたも言ったが、なぜ我らがこんなところにとらわれなければならぬ。国名もし死の国にいるはずの我らが一体どんな罪があってこんな恥ずかしめを受けるのか。墓を掘り返され、その骨をこんな場所に置かれねばならぬのか。誰だ、一体誰がこんなことをしたのだ。人間の皮をかぶった化け物よ、正々堂々この馬群家の前に現れよ。一家未満でも千日でも万日でも不眠不休でチャランケしようぞ。アイヌには人間として犯してはならぬ絶対の決め事がある。その第一番目は、死者の霊を冒涜してはならぬということ。厳しい自然の中を生き抜き、我らに命をつないでくれたからこそ今がある。その者たちを敬い感謝し、慰霊することは人間としての第一の礼儀と教えられた。朝に夕に感謝を伝え、時期にかなって古丹を挙げて神ぬらっぱ先祖供養を行ってきた。その墓を暴くとはなんという大罪か。943番頭骨個人特定可能。1936年8月樺太島にて発掘発見主体北海道大学医学部解剖学第2講座相浜一として管理。なんという読むに耐えない文献か。1920年に64歳で生を閉じた私は丁寧に古丹の者らによって埋葬された。そのために用意されていた最上の着物と多くの副葬品とだ。父が死者の国国名もへ出向くとき恥ずかしくない身支度をするのだと口うるさく言っていた。私は妻に最上の着物を作らせていた。そうして私は先に行っている先祖たちと再会するのを楽しみにしていた。解剖学研究資料収集のための発掘だと、一体誰の許しを得てこのことがなされたのか。死してまだ16年しか経っていない私の墓を暴き、197センチの大柄な遺体を掘り出して、これは立派な資料だと国葬への学者どものふやけた醜い顔が目に浮かぶ。カムイよ、このことの罪の深さを、アイヌへの人間への冒涜を許すなかれ。アイヌも知り北海道と呼ばれようが樺太と呼ばれようと、我らその昔からこの地に暮らし、アイヌの人間の住む大地としてこの地を崇めてきた。死者を弔い生きてあるものは人間ばかりでなく、鳥も熊も魚も虫も植物も共にあることを喜びとして生きてきた。こんなむごい扱いを受けるいわれはない。阿墳家よ、その怒りもっともなりとわしも思う。墓を暴き遺体を掘り返し落ち去るなど、これはれっきとした犯罪であろうよ。そこにどんな言い訳が立つのか。学問の人類の起源のだと小賢しい。しかし不思議に思うこともある。事件を起こした罪人は証拠品を隠すことに必死だと聞くが、この者らはその証拠品を陳列して誇っておる。天竜区よ、私は死んでたった16年で墓を掘り返された。その遺骨にはまだ肉片がついていただろうよ。それをどうしたのか。大鍋に入れて煮剥がしたか。おぞましい、おぞましいことよ。人間のなせることか。アイヌの血と肉片の混ざったその鍋の汚水はどこに流されたのか。排水管を通ってこの大学の周辺にまかれたのか。その時学問も研究も汚辱の沼に落ちたのだ。北海道大学はアイヌ人骨の多さを誇っているようなところがある。いずれわかるであろう。数の多さが恥の多さに、罪の深さに変わる時が来る。各地のアイヌたちが返せと裁判を起こしている。なぜ返さないのか。理解に苦しむ。返すことで女が恥を天下にさらすことになることを人並みに恥じているのか。しゃらくさい。もはや隠しようもない事実として世間に知れ渡っておる。馬糞家よ、わしが地上での最後の年、1903年明治36年の9月に、そなたと関わりのある男がわしを訪ねてきたぞ。ワッツワフ・シェロシェフスキというアイヌ研究者だというものの通訳を兼ねて、ブロニワフ・ピュースツキというものだ。後にその男はそなたの姪チュサンマと夫婦になったそうだな。彼は率直ないい男だったと記憶しておる。彼もまたアイヌ研究者の一人に数えられるが、人間としての理性と品性を失わぬ、超えてはならない非礼をしなかった。馬糞家よ、そなたの遺骨返還の申請をしてくれる者がおるようだな。わしの骨も子孫の者が北大と掛け合い、一度は返しますと言いながら、再調査したら別人の可能性がありますと返還を阻んできた。調査したという骨が本当にわしの骨だったのかどうか疑わしい。子孫の同意なく、やれ調査だ研究だと言っていまだに研究材料扱いだ。わしの時のようにそなたの遺骨も何やら理由をつけて返さないのではと案じておる。北海道大学は返還申請に来た者に、やれ戸籍謄本だ子孫だという証拠は何かと高飛車だ。ならば問う。わしらの墓を掘り返した時、誰の許可を取ってどんな証明書を持ってしたのかと。わしらは僕名もし死者の国にいるべきもの、元にあるべきところに我らの遺骨を返すべし。お馬糞家よ、危機を知らせよう。ペウタン家の叫びをあげよう。それではこれで、第3部朗読3つの作品を終えますが、こちらに土橋よしみ様がいらしております。吉井さんに皆さん拍手をお願いいたします。本当に素晴らしい作品を生み出されました。木さんの言葉が本当に一人歩きをして、そしてしっかりと人を言葉が動かして、なんかもうこのタイミングで素晴らしいことが起きようとしております、本当に皆様長い間今日は本当に最後までお聞きいただきましてありがとうございました。一つだけご紹介があります、先ほどの花咲耕平さんの5本でございますが、10冊ほどここに用意させていただいております、よろしければお手元に置いていただいて、もう一度ご自宅でチュサンマとピウスキの物語、富の物語を読んでいただければと思います。よろしければこちらにお問い合わせくださいませ。それからですね、受付にお渡しいたしました、北海道ポーランド友好協会の、マルタン・グレゴリオス北大オルガンを奏でるということで、キタラのオルガニストマルタンさんのコンサートのお知らせがございます。それも合わせてですね、よろしくお願いいたします。それでは本当にもう1時から皆様お集まりいただきまして長い間ありがとうございました、第1部の、講演の、ごめんなさい、井上先生、佐々木先生、藤井先生いらっしゃいますでしょうか。いらっしゃい。もう一度お立ちいただきましてですね、皆様どうぞ拍手をお願いいたします。ありがとうございました。本当にありがとうございました。そして、第3部の、朗読の、長屋様、それから白井様、坂谷様、もう一度お立ちいただけますか。本当に長いお時間皆様ありがとうございました、ここは大変もう冷房で、冷えておりますが、お外はまだお暑ございます。お気をつけてお帰りくださいませ。本当にありがとうございました。司会は熊谷でございました。ありがとうございました。